ちゃん、ポンちゃんがですね、黒岩パパの顔が近づいてもビビらないところをお見せします。ビビってるビビってるのか。いや大丈夫なんです。ほらね、ほらちょっと喜んでるでしょ。喜んでる喜んでる。ちょっと顔怖かったのにね、昔は。そう、全然近づけなかったのに。ポンちゃんポンちゃんポンちゃん、ほらビビってる。ここは、はい、ここはちょっと我慢してるんですが、ほら平気になってきました。今ちょっと一番微妙なところです。あの、やめてほしいんですけどってなるけど、終わるとほらちょっとね、喜んだ感じになってる。クロケンおじさん克服中。さよなら。はい、こっちのお兄さん大丈夫なのね。はい、なんかいいかね。あり。はい、じゃんけん。じゃんけん。じゃんくんは顔を近づけるとペロペロ舐めてくれる。今日は、ね、今日は調子悪いです。じゃんくん。こっちからはちょっと画面が確認できないんだけど、こんな風にはい、じゃんくん。あ、それまたですか。わかりました。はい、よかったね。はいはい、じゃんくん、じゃんくん、じゃんくん、でまた戻ってくるの。え、いいかね、ここにいなさいよ。ここは高いから。よしよし。壁の上にいなさいよ。張り越しょね。よし、ポーン。張り越しょ。よいしょ。今日はもう多分4時間ぐらいずっと寝てたんじゃないかな、ジャン君。今、起き出してきたのは、クロケンパパがですね、トイレに行くとついてきたくなっちゃって起きちゃうんですけどね。さあ、これでご飯を食べてトイレに行くと思います。トイレに行ってその後すぐにまた行くかどうかだね。このところ、続けて2回行くことはあるんですけれども、それ以降は行かない。続けて2回っていうのも、考えてみると、おしっこの時とうんちの時と、いっぺんにはしないで、先におしっこをした後にうんちをするっていうことがよくありましたんで、過去にもね。普段と変わらないかもしれないですね。さあ、このままカメラを止めずに、観察してみます。はい、今度はお水のものね。水を飲んだら多分トイレだね。おや、予想に反して。
ましたけど。ジャン君踏みましたね。よいしょ。ジャン君、トイレ行かないんだ。少し良くなってきてるかどうかはちょっとね、わからないね。一度トイレに行くと、なんとなく、ムズムズ感があるからまた行くんだと思うんですけど、今のところ行ってないので、そうすることでですね、膀胱に水分が、溜められるようになってるかな。そしたら病院でなんだっけ、 CT を取るって言ったんだっけ、エコーを取るって言ったんだっけ、どっちか、まあ、石があるかどうかが分かるということですね。来週頭ぐらいかな。今日は水曜日なので、薬がだいたい日曜日ぐらいまでありますので、来週になったら行ってみようかね。薬あと3つ、うん、だから今日、水木金、金曜日までです。あ、そっか、うん、どうしようかな。土曜日はまあやってるかと思うけど、あの混んでるとあれだから、まあ、それまでにお菓子買ったら行けばいいか。何ですか、ジャン君、今の感じは。これやる？それよりね、多分ラバーの方が好き。だってさ、あんまり取れないんだもん。これね。でも、まあ、取れてるよ。気持ちがいいんだよね。そうそう。なんかほら、マッサージ？うん。皮膚のマッサージにいいと思うよ。もうさ、毛はそんなに別に取らなくても。取りたくなっちゃったんだけど。だってさ、毎日してるからそんなにいっぱいは取れへんやろ的な。さ、トイレに向かいました。あ、結構量が出てるっぽい感じだ。あ、ごめんごめん。音立てちゃった。順序あげた時のサラダ。うん。そして、またお水を飲んで。お水好きなんだよね、ジャン君もポンちゃんも。結構飲むんだよな。よいしょ。なんかジャン君が踏んだのか。うん、これかもしれない。下に置いてあったやつを触っちゃった。で、ジャン君はもう一回行くかな。あ、通常通りぐらいおしっこがしてある。そして、ここを回ってどうぞ来てください。これやりますか。よいしょ。なんか寝る体勢っぽいね。このまま寝ますか。外の車が気になります。
おやつを待ちわびるお二人ですが、ジャン君はお薬です。こんなに食べたがっているジャン君だったらきっとお薬が効き目があるでしょう。お皿取ります。ジャン君ほら、君たちちょっと待って。その前に薬をね、砕かなきゃいけないんですよ。お待ちください。よいしょ。こっちで遊ぼうぜ。遊ぼう遊ぼう。遊んでくれるんだって、すごいね。よかったね。はい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 。遊んでくれるってよ。はいで。ポンちゃんもおいで。ポンちゃん遊んでほしい？ポンちゃん遊んでもらい？ポンちゃん。ポンちゃん。マンタでーす。ちょっとお待ちください。うるさいからちょっと開けてね。はい、ジャン君。生配信まであと28分。おやつは食べ終わってるね。28分待ったらね。そうだね。飲まない？ダメかな。ちょっとキューキュー言うかも。なるべくちょっとでも粉をね。あ、ホタテかと思ったらカツオだった。カツオ、カツオ節入りだった。おとなしく待ってるね、君たち。いい子だね。いい子さんです。ジャン君、これちょっと舐めてくれる？リコさん、入ったんじゃ。うん、リコさん。はい、行きますよ。ちゃんくんのね、はい、どうぞ。はい、ポンちゃんは一応後ろにいる。ポンちゃん。はい、ポンちゃん。どうぞ。はい。どうぞ。はい、おいしい。リコさん、食べてね。ジャン君、そしてポンちゃん。ポンちゃん寝てるのかと思ったら目開いてる。うっすら両方目開けてます。はい、何か届いたよ。届いたよ。はい、わお、お
やつだ。ジャン君とポンちゃんのおやつです、フリーズドライのチキン大好きなやつっぽい ね。あの初めて見るやつ、ね、うん、このタイプは初めて見るけどでもフリーズドライのチキンは大好物です、はい、これはおやつとしてまた明日にでもあげましょう、うん、よかったね。それとこんなん届いたよ。すごいの届いちゃったね。おお、ほう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 、いわゆる、Bluetooth 系の、ヘッドホン、前にもいただいたんですけどまた届いてしまいました。ありがとうございます。これがついてるってことは有線にもできるってこと？うん、一応ね、そうなんだ、つながるやつ、前と同じかな、ちょっと違うやつだね。ほんと？なんか立派だよ、うん、ちょっと強い感じがする、うん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。お年玉、あ、そっかです、ね、はい、はいはいで、さあ、ジャン君、膀胱炎は治ったかな？どうですか？まだちょっと治りきってはないようです。はい、おいで、おいで、うん、どこ行った？おいで、はい、ぐるっと回っといて、はい、また戻る、待っといで、おいでおいで、あ、こっちか、さあ、治れ治れもやっとこうか、治れ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 、治れ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